花束を受け取ったのはホテル最後の宿泊客です。札幌市中央区のセンチュリーロイヤルホテルは今日のチェックアウトをもって51年にわたる営業を終了しました。最後の思い出作りという感じで懐かしさを感じながらってね1973年に開業したセンチュリーロイヤルホテル、地上 81.5 メートルという当時としては札幌随一の高層建築で、床が回って360度の景色が楽しめる回転レストランなどが市民に親しまれてきました。昨夜最後のディナー営業となったレストランには、思い出を振り返りながら食事を楽しむ人の姿がありました。ちょうど1年前の今日に彼からプロポーズしていただいて、でそれの記念ということで今日、はい、来ました。また変わってまた来たいなというふうに思いますね。一夜明け最後の朝、フロントではホテルにゆかりがある音楽家がコンサートを開いていました。美しい音楽が響く中、宿泊客たちがホテルとの別れを惜しみます。そして5月31日ただいまをもってセンチュリーロイヤルホテルすべての営業を終了します。本当に長い間ありがとうございました。皆さん知ってくださってる、やっぱり地域に根ざしたホテルだったのかなっていうふうに思います。今日のチェックアウトのお客様の様子を見てて、本当にもういろんな方にこう親しんでいただいたんだなと思って、はい、ありがたいです。半世紀の思い出が詰まったセンチュリーロイヤルホテル。たとえ建物がなくなっても、人々の記憶が色褪せることはありません。